皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは商品サービスに情熱がありすぎる教室の先生が陥る落とし穴ということについてお伝えしていきたいと思います。通常ですね、商品とかサービスとかっていうのは、熱量がないと売れないよっていう話は私言っているんです。先生たちに熱量があるないっていうのは、その内容が どういうふうにいいのかとか、その商品の特徴とかサービスの特徴とかを伝えるっていう意味での熱量はないと売れないんですよ。あとその人にとってどういうメリットがあるのかとかっていうのも理解して言わないと売れないんですよ。だから通常は私熱量があるないっていうことで言えば、熱量を持ってくださいっていうのは、よく文章を添削していて、ありきたりの文章で誰でも書けるような文章で、万人に刺さるように本人は書いたつもりでも万人に刺さらないっていう、そういう文章を書いているケースがあるときには当然熱量が足りませんっていう添削をすることがあります。だけれども今日のテーマは情熱がありすぎる教室の先生の落ちる落とし穴っていう話なんで、今回の場合には情熱がありすぎるというここをフォーカスしてお話をしていきたいというふうに思います。はい、それでは本題に入りたいと思います。情熱がありすぎる先生っていうのはどういうことなのかっていうと、よく初回面談とかもそうですし、あと新サービスを立ち上げた時とかそうなんですけれども、そのサービスがですね、素晴らしいんですよ。客観的に素晴らしい場合と本人が素晴らしいと思い込んでいる場合と、2パターンあるんですけど、情熱がありすぎるっていう場合には大抵本人の、思い込みみたいなところがある場合があります。そうするとどういうことになるかっていうと、例えば私はコンサルタントっていう職業柄ですね、結構引いた目でお話を伺っているんですけれども、ご本人はいろいろな背景とか思いがあって、その熱い商品とか熱いサービスを作り出すわけですよね。そうするとそのかけた時間とか、そこのかけた内容とか動いてしまったことに対しての、執着とかも含めてですね、その商品への思い入れがめちゃめちゃ熱くなるんですよね。そうすると今度どういうことが起こるかっていうと、自分の中ではもうめちゃくちゃ素晴らしい商品ができたことになっているんですよ。でそれをもう伝えたくて仕方がない、だからいいことばっかりたくさん言います。これが良くて、これが良くて、今までのこれは良くないのか、こんな風になっててっていうのをバーッと並べるって言うんですけれども、この時にですね、熱すぎる先生は どういうことになっちゃってるかっていうと、基本自分が伝えたいことだけにフォーカスして伝えるっていうことになってしまうケースが多いんですよ。もう一回言うんですけど、自分が伝えたいことだけ伝えるということになります。これが落とし穴になります。伝えたいことを伝えたらいいんじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、伝えたいことを伝えるのはいいことなんだけれども、伝えたいことがちゃんと伝わらないと意味がないっていうことになります。はい、それをちょっと解説していきたいと思います。伝えたいことを伝えるというのは伝わらないと意味がないっていうのを私言ったんですけども、対象者の方がですね、その内容を聞いてそうだよねって納得して初めてその商品とかサービスの良さが伝わるということになります。だけれども大概その熱い思いを持ちすぎてる先生とかは、自分の中ではもうその商品最高すぎるっていう状態になってしまっているので、この聞く側の気持ちとか、どういうふうに言ったら理解してもらえるかを全然考えなくて、その情熱をそのまんま
ウェブサイトに書いていくときにありったけをぶつけていくみたいな感じになるので、割とですねそういった方の文章って独りよがりで破綻しがちなんですよ。文章が要は客観的に読んだときに言葉は若干悪いんですけどうさんくさくなる、要は自分の自己主張ばっかりがいっぱい書いてあるからになります。じゃあ どうすればその文章って信じてもらえるのかという話なんですけど、これがいわゆる伝え方の部分になるんですが、例えば、一番わかりやすいのは、その商品サービスを買った方がいらっしゃる場合にはお客様の声ですね。お客様の声、一つ目はお客様の声っていうのは自分がその商品いいですよいいですよいいですよっていうめちゃめちゃすごい圧をかけた熱量で言うわけではなく、それを本当に使ってみてよかったっていう正直な気持ちなので、あまりこう破綻がないっていう感じですよね。でまずその使った方の答えですね。で2つ目あ答えじゃない声です。2つ目は、世間一般的に何か出ている論文とか案件と か、なんかそういったデータ的なもの、客観的にそれは素晴らしいですよということを言ってくれている人がいるという状態のものを、証拠として持ってくることによって信じてもらいやすい状況を作るっていうことになります。つまりですね、何が問題なのかっていうその社会背景、私は大体社会背景から書くこと多いんですけど、社会背景、何がその世の中的に問題なのかとか、これから提供する商品サービスが、どういう問題があったからこんなの考えましたよっていうくだりが必要なので、何がまず問題なのか、でしかもそれは何が原因なのか、これこういうことが原因になってるから、こういうものを考えましたって言えるじゃないですか。だから何が原因なのか、で3つ目が、何が解決策になるのかということですね。その商品サービスを、その問題に対して当てかうと、解決になっていくっていう話をするために何が解決策になるのか、だから必ずしもその、解決策の一個として自分の商品があればいいわけで、他のやり方を教えてあげてもいいんですよ。それじゃ決まらないじゃないですかっていう話があるかもしれませんが、いいんです。自分の商品を選んだ上で本人が買うっていう心理状況になればいいわけで、ここ情熱がありすぎる人は自分の商品の良さばっかり言うから信じられなくなっちゃうんですよ。うさんくさくなっちゃって、だから違うものとかも並べながらその内容いいよねって言ってくれる人だけが買えばいいという考え方になればいいので、そのあたりのこう解決策はこんなで、その証拠はこんな風にできてますよ、で自分の商品だったとしてもこういうふうな解決策でその証拠はこれですよとかっていう、そういう、 こう論理的に組み立て上がってる必要があるんですよね。で結論として、結局自分はあなた、こういうあなたにとってこういうサービスを提供したいと思います、いかがでしょうかみたいな、そんな組み立てになったりするんですよね。ということはもう絶対的にその文章、伝えたい文章とかを作るときには誰に何をか絶対的に決まってないとまず文章が作れない。あと情熱がありすぎると自分の思いばっかり伝えて聞いてくれる側がそれをポカーンと聞いちゃうことになっちゃうから熱量に乗っかってきてくれないという場合があります。だから両極端良くないっていうことです。熱量がなくてサービスに思い出もあんまりなくてさらっと書いちゃって誰でも書けるような背景も何もない文章を書いても決まらないし、情熱がありすぎて自分の言いたいことばっかり言って相手が読んでくれる時にどういう気持ちになるかを考えないで書いちゃう人もダメなんですよ。これ多分共通してるイメージわかると思うんですけど、読んでくれる相手への理解不足ですね。相手にどういうふうに理解をしてもらったらどういうふうに喜んでくれるんだろうっていうのを書いていくっていうことが必要になります。なので私本とかも書いていて企画書を書くんですけれども、企画書を書くっていうことはその出版社に私の本を出すと世の中の人も救われるし、出版社さんも当然売り上げが上がりますよっていうことを説得しなくちゃいけないわけですよね。ということは出版社はその今の世の中にとって
まあ、その特定の業界で構わないんですけども、その業界にとって必要な、そのトレンドで必要な本を出せる著者の本を出すですよ。だから私本、まあ、出す時とかには必ずトレンドに載せた本を書くようにしています。例えば3作目の本とかはオンラインの、教室集客の本なんですけれども、こちらの本っていうのはまだオンラインが、もうコロナでやらなくちゃいけなくなっちゃった瞬間からもうオンラインを教えて、成功事例とかが出てきた半年ちょっと過ぎぐらいからもう企画書を書き始めて、で通ったから書いて出してるっていう、そういう状態なんですね。だからそれから多分しばらくはまだ持つし、やってない方とかもやったりするから持つんですけれども、他にも私は書ける本の種類はいっぱいあるんですけれども、その時にもうドンピシャで書くべきものはオンラインの本だっていうことで、オンラインの本を書いたんですよ。でその後今度は時間管理の本を書いてるんですけれども、時間管理の本をなぜ書くことになったかっていうと、まあ、オンラインも含めてそうなんですけれども、まあ、ウェブでの集客とか SNS の集客とか、先生業っていうのが単に教えるだけでは済まない、領域になってしまって、その教えるだけでは済まない先生があっちこっちいろんなことを覚えなくちゃいけなくなっちゃったんですよね。SNS 集客も含めてですけど、それにより時間が足りない、時間が足りないっていう声がすごく多くなっちゃったんですよ。で、従来型の、切り詰め型の、時間管理の方法だと、女性はすごくその考え方って苦手なんですよ。詰めて、3分とか5分を詰めながらやっていく時間管理の本って、男性、まあ、左脳型って私は呼んでるんですけど、男性のビジネスマン寄りの本が多く出ていて、それは全然 OK なんですよ。で、私はどういう切り口で書いたかっていうと、楽しい時間は短くて辛い時間は長いっていう、こういう感情で時間の長さが変わるよねということをテーマにした、時間管理の本を書いて、まあ、こちらも出版になるんですけれども、なので、その時に必要とされているものは何なのかっていう根拠と、私これ書けますよっていうのを企画書に表しているので本になるんですね。で、これは皆さんが売りたい商品とか買ってほしい商品を、特定の誰かに伝える時にも全く同じ手法が必要で、要は根拠がある、証拠があるとかっていう引いた目で見た時のものも用意して、で選んでくれてその商品いいですよと理解してもらう、要はその構築された文章をきちんと作って伝えないといけないんですね。だから情熱がありすぎると気持ちがほとばり知りすぎて文法とか構文がぐちゃぐちゃになっちゃう人が多いっていうことです。まあ、これもある意味女性の特徴なのかなっていう感じはしているんですけどね。ちなみに私女性なんですけれども、ものすごく詩的、ポエムですね、詩的な、ポエム的なですね、こう私小説みたいな文章を書くときにはそっちの脳を使って書いてるんですけど、ビジネス書を書くときにはもうザ・左脳でがっちり論理的に書いていくタイプなんですよね。だからもともとそういう論理構築とかがないと、会社員で上の方の役職を持ってると、さらに上の人と話すときにもう埒が明かないんですよ。もう結論スパッと言わなくちゃいけなかったりして、話すら聞いてもらえない、書類すら見てもらえないという状態になってしまうと、伝えたいことが伝わらないので、まあ、会社員的なところから、まあ、論理的な文章を書くっていうのはもともと訓練された状態で持っていたっていうのはあります。ですので一般的な教室の先生は多分難しいでしょうというのは理解はできているので、そのあたりをね、心がけていただければいいのかなって思い、こんなお話をしてみました。ということで本日のまとめをしていきたいと思います。商品サービスに情熱がありすぎる教室の先生が陥る落とし穴とは、誰に何をという主題がはっきりしていない、かつ相手にとってどう伝わるように書こうかという配慮がない、論理的に文章構築がされていない、こちらの3点がポイントになりますので、こんな点を気をつけると、読みやすい文章になるんじゃないかなと思われますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは。